皆さんおはようございます。みんな大好きココの黒ギャルリチャナスケです。はい、ということで今日は、3月の3日、兵庫県にありますココの神戸中央スロット館さんに遊びに来てます。イエイ。はい、てなわけでちょっとね、朝のオープニングはみんな大好きゴリ店長不在なんですけども、今日から始まります。なんとなんと新しい新番組、この企画の名前は、はい、始まりました。この晴天の中ね、始まりました素晴らしい番組なんですけども、まあ、簡単に説明すると、遊びに来るよっていう告知ツイートした時に、軍資金を皆様にちょっと協力していただこうということで、告知ツイートのリツイート、引用リツイート、そしていいねの数でちょっと軍資金を決めるっていう感じなんですけど、この前ねツイートが多分ここに出てくると思いますけど、こちら、このツイートをさせていただきまして、まずね、リツイート ×100円、1リツイート ×100円で、いいねは1いいね ×10円っていう計算をさせていただきますね。皆様にすごい協力していただきまして、なんとリツイートと引用リツイート合わせまして235、そしていいねが645件ということで、合わせて29,950。皆様本当にありがとうございます。もらえるんですよね。でプラスでサイコロの目で掛け算できるっていう感じなんで、ちょっとサイコロを Amazon で注文してもらいました。みんな大好きだろ Amazon。 いきますね。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、タラララン、いくぜ。思うんですけど、抽選が37番で、大好きな番長スリーはもうほんまに全割りだったら、もうみんなボーイって、で結構寝台とか窓通とかせいやかなとかも、やっぱちゃんとここの店リセットかけてるんで、まあそういうの埋まって、まず主要機種とかでリセット、美味しい機種埋まったんで、私もちょっと朝一趣味打ちかつちゃんとリセット恩恵の取れる、まあバイオリベレーションと取ったんですけど、まあ3万なんで、ちょっとおいおい、もしかしたらなんか気付いたらリタコジャグライルみたいなのになってるかもしれないですけど、まあそれはそれでちょっと頑張っていきたいなと思います。追加のあれがあるんですよね、ゴリ店長がね、ミニゲームをね助けてくれるやつ。そうオッケー、ゴリ店長よろしくお願いします。ちょっとゴリ店長にもし軍資金なくなったらお願いしたいと思います。てなわけで今日も頑張るぜー、えいー、ゴッチです。はい、てなわけでオープニングでもお話ししたんですけど、まあ、私の中でここのお店来たら朝一はバイオリベを打つっていうなんか変なルーティーンができてるんで、とりあえず朝一はバイオリベレーションズからスタートしたいと思います。まあね、ここのお店はちゃんとリセットされているお店なんで、今もちゃんとガッツリ打ったし、オープニングでお話できてなかったんですけど、軍資金の話はしたんですけど、その後に、まあ、簡単な話、私がプラス収支になったらゴリ店長からご褒美をいただけるっていう、で残念ながら私がマイナスになった場合はゴリ店長が食べているのを横目で見てっていう拷問をさせられる企画になってます。まあ、とりあえず軍資金3万円で別のルートを探した方がいいわね。いかにとりあえず朝一リセット恩恵を取って早めに当てて、もうワンチャン朝一
持ってノーマルに移動って言ってもなくはないどこのお店もまあバラエティに1台とかやったらあるけど、ここのお店はね5台設置なのよ。すごくない？一応朝一なんですけど、このみんな大好き番長3がまず埋まりまして、でその次に絆、結構ここのお店は普段から絆設定使ってるみたいです。あとマノズで、せいやで、寝台で一番あの入り口のとこにある正宗スリダメなよね。無理よ。無理よ。何がまだ期待できるよ。いや、無理よ。このネイルが長すぎて、ちょっとメダル入れるのがたまたましいから、なんか申し訳ないんやけど、でも。優秀だ。厳しい戦いだった。厳しい戦いだった。ウェーウェー言いたいだけです。一気に飛んだよ。
ベル否定しますと。ほら、見て。同じくらい爪するぞ、まお、突破口見つけましょう。ほら、だって今リプレイやったって言ったら、やってたら。愛ですね、これが。
ちょっと不自由極まりないやけど、
もう全然許せる。もう気ぃついてる、こうやって見てるもん。かわいい。とりあえずお腹が空いたんでお昼ご飯行きたいと思います。ごちです。お好み焼き食べたぜ。お腹いっぱいで苦しいんで、ちょっとお昼の運動がてらゴリ店長とゲームをしながら体を動かしていきたいと思います。教育番組か。はい、ゴリ店長カモーン。ゲームのルールが、はい、僕が上って言ったらしゃがんでください。はい、で下って言ったらジャンプしてください。はい、で右って言ったら左に動いてください。はい、っていう逆さゲームっていうのをちょっとやってもらいますので、で、まあ、それでちょっとでもリズムがずれたら、まあ、負けっていうゲームでいきますので、審査も僕の方でジャッジします。はい、頑張るぞじゃあ早速いきます。はい、はい、せーの、左、上、下、上、左。え、間違えた。そうですね。ちょっと待って、待って、あんな自信満々やったのに。それ見た、受けちゃう。勝ちましたね。もう一回とかないですか。さあ、ね、行きましょう。ね、行きましょう。せーの、左。どっちが間違ってんの？それどっちが間違ってんの？そうですね。もう言い訳はします。はい、じゃあ行きます。はい。はい、せーの、上。下、左、右、右。いや、ちょっと待って、待って、待って。ちょっと。ちょっと。だと思いました、完全に。一瞬の方が多い。うわ、負けた。これは負けましたけど、はい、勝負を勝ちます。まあ、僕はちょっとゴリ店長に勝利をお譲りしたという形で。ゴチです。はい、とりあえずお昼から戻っていきました。ね、見てくれてた方は分かると思いますが、ゴリ店長とお昼の運動がてらに一勝負かましたわけですよ。まあ私はね、わざと負けたから、わざと負けて、もうゴリ店長の気分をアップアップさせて出玉勝負、実戦のパートで勝利をつかみ取る。ちょっとめちゃくちゃ悩んだんですけど、もうあの、私ヘッドスパ受けたいんですよ、どうしても。もうあの、見せ場も大事だけど、ヘッドスパもやっぱ女子からしたらめちゃくちゃ大事やから、ちょっと時間も時間やし、ノーマルタイプ逃げます。いきます。とりあえず私ヘッドスパに本気なんで、ジャグラー来ました、マイジャグ4。ちょっと2300ぐらい回ってて、ガッサンも154分の1、もうレギュラーがもう570分の1、全然よろしくないんだけども、ちょっと逆にビッグシーンになろうかなみたいな。パワーします、パワープレイします。そう、なんか勝負というか、ほんまにしたいものがかかってたら絶対なんか私あかん気するけど、もうそのね、が邪念みたいなの出てまうやん。もうヘッドスパ行きたいみたいな。え、ペコッと、さっきペコ見えますか。もう勝つしか。はい。
移動してきて30ゲームぐらいかな。監督の企画です。あざまるヘッドスパ黒ギャルの執念。はい、ありがとうございます。嬉しいです。かわいいね。褒めて伸びるタイプやと思うから。よし、タキペが多いな。逆でお願いします。あ、よかった、やった。お願い。うわ、化けっぽい。なんでよ。ちょ、リサコ、ヘッドスパ忘れろ、ヘッドスパ忘れろ、ヘッドスパ忘れろ。よっしゃ、ありがとうございます。ほらな、めっちゃしそう言うたやん。赤丸。よっしゃー、なんかまた連チャンしそうな気がしてきた。いくらでもいい。ワンチャン無理やな。お、来た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 。びっくり。これで先が目してっていうのもありなんかなとか思ったりするけど。あー、心臓がちぎれそう。じゃあです。うわー、化けくせきた。1ゲームだけというか、はい、4時になったんでこれで、ね、終わります。結果はエンディングで。レディゴー。ゴチです。はい、実践終了しました。なんですけど、ちょっとじゃあ報告します。結果投資が300枚で回収が720枚のプラス420枚です。イエーイ。いや、途中ご褒美の内容聞いて、おいおい、そっからもうなんだろう、なんかもうこんなに燃えたぎったことないぐらい絶対勝つみたいなの。いや、でもいいんですか、ご褒美いただいて。はい、そうですね。お昼はちょっと正直、あの、私、はい、運動したじゃないですか、ゲームちょっと手加減したんですけど、これで勝つって思ってたんで。あ、なるほど。でもゴリ店長にも一回勝利を味わっていただきたいなみたいな。じゃあ上げて落とされた感じ。そう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 、分かりました。計算高い女です。まあ、あの、ちなみになんですけど、はい、私、あの、ヘッドスパっていうのは実は受けたことなくて、内容的にというか、どんな感じなのかっていうのを教えていただけますか。まあ、一言言ったら、屋上の睡眠が取れるマッサージ。なるほど。はい、あの、ドライヘッドマッサージなんで、頭を洗ったりすることではないんですけど、まあ、うん、そう、座っても頭のマッサージ。へぇ、僕も、まあ、月2回ぐらいですか、通ってます。あ、通ってるんですね。はい、
いやー、でもゴリ店長お墨付きの極上ヘッドスパが味わえるということで、もう早く行きたい、行きましょう。せーの、着きましたね。着きました、到着しました。やった、魔法使えた。到着しました。じゃあ今から早速行ってきましょうか。ちょっと緊張モードです、私。ちょっと5日、ありがとうございます。皆さん思ってるでしょ、似つかわないのよね。映して可愛いんですよ。映してください。はい、可愛い。はい、ホームパイでした。はい、いいですか、ありがとうございます。ね、触らないかもしれない。匂いがすごいの。アロマチックな。音楽も、ね。音楽もすごいですね。ね。もう癒され空間ですね。メニューの方こちらになるんですけども、こちらのコースで、じゃあ一番上の30分のコースでお願いします。はい、かしこまりました。お願いいたします。お願いします。はい、ここいっぱいメニューがあります。メニュードン。はい、これお願いします。一番奥の部屋になります。ありがとうございます。いや、すごい、待って、これは寝ちゃうやつ。時間あったら120分行きましたわ、ね、これは本体可愛いですね。まさかこんなことになるとは思わずに。わ、そこら辺にあったやつはパッ。準備していこうと思います。はい、お願いいたします。マスクがあってよかった。だって口開けてよだれたらするかもしれない。いいな、こんなんご褒美で受けれたら最高やね。ねえ、ね、頑張った甲斐があったね。死に物狂いでジャグラー回してよかった。いや、僕たちのヘッドスパのイメージはあのなんかシャバシャバしてくれるイメージだったんですけど。そう美容院の、うん、あ、そうです、そうです。あれは髪質改善のもので、毛穴の汚れをするやつですよね。はい、はい、ドライヘッドスパは、そうですね、血流を良くして、うん、頭の脳の疲れを癒すっていう、はいはい、まあ、簡単に言ったらおしゃれな名前がついた頭のマッサージです。なんかよく私すごい髪の毛染めるんですよ。私今は全然普通なんですけど、はい、美容院くん大好き で、うん、で髪だけそのブリーチはもう3、4年ぐらいずっとしてるから。なんか頭皮めっちゃ固まってるみたいな昔言われたことがあって、あ、はい、かわいそうみたいな、だからなんかこういうことしてあげないとダメみたいなことを言われてるんですけど、もうズボラ女やから、うん、あ、私もズボラです。頭皮ちょっと硬いですね。そうですよね。おはようございます。終わりましたよ。まだ、いや、もう終わりました。もう今日のコースは終わりました。すいません、まだです。すいません。じゃあちょっと追加料金払ってください。もうなんぼでも払う。もうさせて。もうよかった。なんかお姉さん曰くめちゃくちゃ彫りがすごいらしいね。はい、うん、酷使してるもんね。肩こりが、いや、すごい肩こりがやばいって。おい、岩も岩みたいな。だからちょっと私これから通うんで、神戸中央に来た時には、はい、ぜひ毎回ここで。じゃあ帰りましょうか、そろそろ。おやすみなさい。夢の世界終わったんで帰ります。もう間に合えや、短い。お願い。今こう120分コースもあるみたいなんで、じゃあ次回は、次回120分、はい、よろしくお願いします。もうメンバーカード作っとくんで、はい、はい、お願いします、はい、では後でおやすみなさい。失礼します。寝るよ。あ、眠たい。今日はありがとうございました。本当に。よく言うなら足りない。あ、本当ですか。
ですか。まあ、近くなんで、うちの。そうですよね。来ていただいた時に。間違いない。まあ、ここはいつも120分なんで。いや、本当に。120分で、とか、長いって、みたいな感じの反応を最初してたんですけど、30分終わった後。いや、間違いない。ゴリ店長の言う通りや。120分からがスタートやぐらいに思いました。はい、本当に。またぜひ。はい、来月。はい、ちょっと。まあ、勝てば、勝てば、はい、また他の店もいっぱいありますので、そうですね、はい、いろんなお店を紹介できたらなと思いますので、はい、もうちょっとしょっぱなにこんな幸せな時間をいただきありがとうございます。本当勝ってよかったというわけで、次回は4月の3日です。よろしくお願いします。